ンと、今度こそみんなで明るい選挙。お父さん、4月8日は何の日か。なんだい、また急に。4月8日はお釈迦さんが生まれた日、花祭りだろ。ふーん、その他にまだ何かあるのかね。お父さん、大事なことを忘れちゃいけませんよ。おー、4月8日ね。まだ気がつかない？お父さん、選挙でしょ。そうだ、そうだったな。知事や市長、都道府県の議会議員の選挙の投票日だった。すぐピンとこなくちゃ。そうですよ、お父さんったら。じゃあ、4月22日は？これは市町村長や市町村の議会議員の選挙だ。あったり。おいおい、なんでそんなこと。だって今日学校でポスター書いたの。統一地方選挙、みんなで投票に行きましょう。そうか、それでよく知ってるんだな、こいつね。お父さんもお母さんも忘れないでね。はいはい、はい、ねえお父さん、この頃よく新聞に地方自治なんて書いてあるけど、すごく難しいことみたい。そうかな。でも考えてごらん。中学校でも生徒自治会なんてあるだろ。うん。クラスから委員を選んでみんなで学校を良くしていこうっていう。それと同じと考えればいいの？まあな。私たちが毎日生活していく上でいろんなことがあるだろ。例えば？教育のこと、福祉のこと、それに保健衛生や清掃、下水道の問題、警察や消防だってそうだよ。ごく身近なところにやらなければならないことがいっぱいある。そうした仕事を直接住民のためにやっているのが国はもちろんだけど、県や市町村、さっき言った地方自治体。そうした仕事を私たちに代わってやってくれる人を選ぶのが今度の選挙ね。そう、言ってみれば学校をみんなでよくしていこうと委員を選ぶのが政党自治会なら、町や村の住民みんなの意見を聞いてよくしていこうっていうのが地方自治体。でもお父さん、私たちはクラス委員の選挙の時、人に押し付けられたり、お金や物で買収したりされとるのかしないわ。なるほど。正々堂々と自分の判断でちゃんとした人を選んでいます。そう、そうだろうね。その点大人たちの選挙は、言われても仕方ないな。後で選挙違反者が出たりしてとても残念なことだね。あれほどいけないと言われている買収や競合が裏でこっそり行われるなんて恥ずかしいことだよ。やっぱり選挙は私たちのように正しく明るいものでなくちゃ。全くその通りだ。母さん、子供たちの方が本当に正しい判断で選挙しているようだね。そうですよ、クラスでも概ね選ばれるような子が出ていますものね。大人は見習わなければ。実はね、この間こんなことがあったんですよ。この地区では候補者の A さんを地区推薦していますので、どうぞよろしく。よくあるケースですが、こうした地区推薦という押し付けがましいことは本来の明るい選挙を歪めるもとです。あなたの自主性を選挙にこそ発揮すべきです。こんなのもあります。候補者のあの方にはおじいさんの代から大変世話になっているし、義理もあるから。選挙は義理人情にとらわれず、私たちの正しい判断で立派な人を選びたいものです。ねえお母さん、一票を物やお金で売ったり買ったりするような、そんなことが一番いけないよね。そうですよ。だから送らない、求めない、受け取らない、いいかい。送らない、求めない、
受け取らない。このことをしっかり守らなければな。それもみんなでな。そうね、安心して政治を任せられる人をよく選ばなくては。今度こそ明るい選挙だったと言われるようにお願いします。はいはい、お願いされましたよ。今度こそみんなで明るい選挙、いかがでしたか。この放送は明るい選挙推進協会がお送りしました。